覚悟がなく、美学がないから格好悪い人になる。ダサい。僕が一番嫌いな言葉だ。このダサいという言葉は、すべて自分の判断ミス、覚悟のなさから生まれるものだからだ。最初から誰しも美学を 100% 持てるとは思っていない。美学を意識し、少しずつでもそれを持とうと努力することが大切。例えば、アイドルが誰々と付き合っていた。実は交際していた。だからなんだ。アイドルだぜ。一般人よりも可愛いはずだ。そして、その子も人、セックスも当たり前にする。彼女たちも大人で欲求だってある。あんなストレスフルな生活をしていたらなおさらだ。その欲求を否定するな。モラルも人それぞれ。共通認識として社会を脅かす本当にしていけないことは法律で禁止されている。不倫やアイドルのセックスを躍起になって否定、批判するぐらいならば、タバコを投げ捨てする者を本気で注意する方が、お前の人生によほど関係していること。私の地球を汚さないでもらえますか？